スペースクルーザーに乗ったあなたは52番全焼地を目指しています。そこにある小さなコロニーに物資を運んでいるのです。すると突然警報装置が鳴り始めました。ディスプレイをスキャンする中、あなたの目の前に何かが現れました。保護されたキャノピーから外を見ると、そこに見えたのは巨大なオレンジと紫色をした雲。それがクルーザーめがけて接近してきます。分析する時間はありません。あなたはクルーザーの舵を急な角度で切りました。警報装置は未だにけたたましく鳴り響いています。今はこの危機を脱することだけを考えましょう。船体がガタガタと揺れ、それは今にもバラバラになりそうなほどです。しかし速度のおかげでなんとかその雲を潜り抜けることに成功しました。見上げるとその雲が巨大なプラズマの塊であることが分かりました。好奇心に駆られたあなたはその雲を追いかけることにしました。コンピューターを分析モードにセット。情報が返ってきました。そこに示されたデータは信じられないものでした。このプラズマの雲は銀河を破壊する存在で、これが宇宙で銀河を食い荒らしていたのです。そういえば地球での訓練生時代に学んだことがありました。21世紀の頃にこんな研究があったのです。銀河では新しい星が生まれなくなっている。その原因は何か。恒星は分厚いガスの雲の温度が下がると生まれます。ガスが集まり時間をかけて一つの物体となるのです。これはハッブル宇宙望遠鏡に撮影された有名な写真。21世紀に生きる人であれば多くが見たことのあるものです。名前は創造の柱。イーグル星雲に存在する恒星が生まれる場所、いわば星のゆりかごです。しかし今あなたが追いかけているのは星の破壊者、スターレッカーです。スターレッカーは星が生まれる最中の銀河へ入ると急速にガスをなくしてしまいます。そのために星が生まれなくなってしまうのです。まるで巨大なほうきのような存在ですが、掃除をするというよりも銀河を窒息死させるような存在です。さてその危険を理解したあなた、ちょっと後ろへ下がりましょう。その活動を安全な距離から観察するのです。銀河で新たな星が生まれない理由は長らく謎となっていました。この存在は巨大な銀河団の周りをうろつきます。銀河団は私たちの近くにも存在しており、それが乙女座銀河団です。スターレッカーの一つはこの乙女座銀河団で発見されました。乙女座銀河団は700万光年の幅に無数の銀河を要します。地球の付近にあるとは言ってもその距離は6500万光年にも至ります。週末のクルージングに向かうには遠すぎますが、宇宙の指標で考えるとかなり近いということになります。乙女座銀河団は超高温のプラズマが高速で突き抜けます。そこは巨大な乙女座超銀河団の中心となる場所。そこには私たちの天の川銀河も含まれています。地球に近いため研究が容易な場所です。また現状観測された宇宙の中でも最も極限環境の場所とも言われています。そこに何が存在するかは分かりません。乙女座銀河団は未だに新しい恒星を生み出しているという意味では特殊な銀河団です。それはハッブル宇宙望遠鏡の写真などで現在観測できます。ここに存在する銀河の一つ、メシエ87は1781年にフランスの天文学者シャルル・メシエによって発見されました。当時観測した彼にはぼんやりとした形で見えたため、これは星雲だと思われました。星の存在しない星雲、その正体がはっきりしたのは1920年に入ってからでした。メシエは当時の有名人で、生涯で13の彗星を発見しています。彼はフランスの田園部で12人兄弟の10番目として生まれました。14になった1744年に彼は6つの王を持つ彗星を発見。それは数ヶ月の間裸眼で見えるものでした。あまりの明るさに歴史上6番目に明るい彗星だと言われました。その4年後、若いシャルルは1748年の7月25日に故郷で日食を目撃し、天文学を志します。それは運命でした。月のクレーターと小惑星には彼の名前が付けられています。しかしその中でもメシエ87、すなわち M87 は
何兆もの星を擁する巨大な楕円銀河で、乙女座銀河団の北に存在します。この銀河は多くのプロアマの天文学者の注目を集めています。楕円銀河は年のいった質量の低い星の集中する銀河で、星はあまり生まれません。その周りを無数の銀河が取り巻いています。この銀河団は乙女座超銀河団の 15% を占めています。 M87 の中心には超大質量ブラックホールが存在します。これは2017年にイベントホライズンテレスコープによって撮影されたもので、2019年に世界に発表されました。 EHT の共同研究では2021年3月に画像を構成した写真が公開され、これが一大イベントとなりました。歴史上初めてブラックホールが写真に収められた瞬間だったのです。これはすべてイベントホライズンテレスコープのおかげ。世界中の電波望遠鏡が協力して、より精密な望遠鏡を作り上げたプロジェクトです。チリにある別の天文台はアタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計と呼ばれており、ここでは乙女座銀河団に所属する51の銀河が高解像度で撮影されています。これが私たちが現在知っているものを知った方法です。 M87 とその他の銀河は裸眼で見ると動いていないように見えます。人間の一生というスパンで見れば確かに動きはほぼありません。しかしそこではガスや塵、その他の物体が高速で移動しているのです。その動きはその他の銀河の重力や通常物質の5倍存在すると言われている謎のダークマターの影響を受けます。天の川銀河を含め多くの銀河はオーラのようにダークマターをまとっていると言われています。このダークマターは銀河団の外側にいる銀河に対して影響が大きくなります。銀河は宇宙空間を引きずられる間にスターレッカーと出会うのです。巨大なプラズマの塊は大気のような挙動を取り、銀河からガスを吸い出します。そして銀河内のガスを消し去り、星を作る力を奪うのです。この動きのサイズ感の理解をするのは大変ですが、星が生まれない星雲や銀河にはその影響が及んでいると考えられるというのが、シャルル・メシエの目撃した銀河の状態です。さて、クルーザーを停止させスターレッカーの動きを眺めましょう。星の破壊と私たちが呼んでいるこの現象は、ガスを奪い取っている状態です。これは宇宙で起こる最も美しくも暴力的なイベントです。カナダ国家研究委員会の研究者は、銀河が高温のプラズマの中を高速で移動するため、銀河から低温のガスが大量に奪い取られていると話しています。それはまるで送風機によってガスが飛ばされているような状態です。私たちの銀河に起こってほしい現象ではありませんね。さあ、目の前で動きが始まりました。その偉大な力に感動します。この影響はラム圧と呼ばれる力で発生しており、多くの銀河から星を生み出すためのガスを奪います。その過程は非常に効率的です。このガスは私たちの銀河の雲とは違う挙動を取ります。天の川銀河ほど多くの星を生み出していないのです。21世紀に行われた研究では、同じ現象がより少ないダークマターを持つ小さな銀河でも起こっていることが分かっています。その研究では15,567の番銀河が調べられました。これは巨大な銀河団の向こうに存在する銀河です。これほど多くの銀河を研究することができたのはスタッキングのおかげです。そのおかげでかすかに見える天体の情報を組み合わせて平均的な特徴を割り出すものです。最終的にガスが吸われるこの現象が銀河で星が生まれなくなる原因を作っていることが分かりました。恐ろしいご近所さんですね。さあ、好奇心が満たされたところで、このプラズマの雲を置いて52番全照地へ向かいましょう。遅刻ですから怒られますね。クルーザーが向きを変える間、私たちは地球へ向かい、時を遡りましょう。1744年にフランスの田園部では10代の少年が外に立ち、例の彗星を目撃していました。その瞬間、彼が抱いたインスピレーションが生涯をかけた探求へとつながったのです。その問いは究極の問い、外には何があるのかです。